無水トイレは水を流さなくても異臭が発生しにくい新型の男性子用便器である。水を流す機構がない小便器自体は現在でも水洗化されていないトイレなどでも見られるが、便器に残った尿が発するきついアンモニア臭がするなどの欠点があった。近年は水洗式の小便器が主流であるが、洗浄用水と反応した尿が尿石となり、一度尿石が 便器に固着すると掃除しづらいという欠点もあった。このような問題を口述する仕組みで解消したものが実用化されている。現在、ユリマット、イナックス、環境企画ウリマットなど複数のメーカーから発売されている。ウリマット製小便器は液剤によるシステムを使用して、おらず天然のバクテリアが入った固形のカートリッジ内に尿が 通り尿石化を防ぐ仕様になっており、他社商品とは一線を隠すものとなる。イナックス等の商品は、便器株に、比重の軽い特殊液の入ったカートリッジが入っており、この特殊液が尿の蓋となり、排水部のアンモニア臭をやや減らす仕組みである。南海12000系の無水トイレその他、鉄道駅や地方公共団体の庁舎、銀行の支店のトイレなどに設置が進んでいる。 水資源の削減が最大の特徴であり、洗浄用ボミズの生成の過程に必要なエネルギーを得るために、理論上必要となる二酸化炭素を削減することが期待される。また、水道工事に加え、現在主流となっている自動洗浄装置設置のための電源工事も不要であり、工事が容易である。一方、定期的な掃除は各社指定の方法で行う必要がある。 また、カートリッジは一般に一定の頻度で交換する必要がある。ありがとうございます。